千葉セントラルタワーは、千葉県千葉市中央区に所在する超高層マンション。千葉県庁本庁舎より望む千葉、セントラルタワー周辺千葉市が推進する千葉中央第6地区第1所市街地再開発地区に近接したセントラルプラザー土地の再開発事業によって建設された。千葉市総合設計制度が適用され、建物の周辺に広場や、 緑地などの公開空地を設けて地域に開放している。設計、管理は入江三宅設計事務所、施行は銭高組、売り主はオリックス不動産、売り主、販売提携は日も、販売提携はライフステージ、企画協力は三井不動産リアルティが行っている。共同住宅と商業施設からなり、 オール電化と免震構造を採用した地上43階建て全436個の超高層マンションとなっている。建築規模は鉄筋コンクリート構造地下1階地上43階建て、1から2階には商業施設やカルチャー施設が入り、3階は651台を収容する駐輪場やシアタールーム、集会室などを整備し、 4から43階を分譲マンションとする。また、屋上階とペントハウス階には、市内を一望できる屋上庭園を配置している。駐車場はタワー式駐車場3基とし、建物の中心部に2基、外部に1基を設置している。総収容台数は264台とし、駐車場の出入り口は北側のみに配置する。駐車場の高さは地上32階までとし、 その上部は吹き抜けとなっている。ありがとうございます。